新年明けましておめでとうございます。ジャッカル・ド・スワソン、略してジャッカルドンです。まあ、年末年始は実家に帰省しておりましてね、まあ、ね、この、年の終わり、年の初めに何を私に招いたかといえば、痛風の発作ですね。お盆あたりにね、痛風デビューしておりまし、しておりまして、その時はね、左足の親指が、の付け根ですね、そこが腫れておりまして、その時はもう、じっとしてるだけでも激痛やったんですけどね。でも腫れはそんなにあれはなかったんですけど、今回はそのじっとしてる分はまあまだ大丈夫なんですけれども、ただこの腫れがね、ひどくて、まあこの、2022年の終わりは痛風に終わって、2023年の始まりは痛風に始まるということでね。まあ、痛みから始まった、今年度なんですけれども、今年の終わりにはね、いい終わり方 したいなぁと思っております。それでは、ジャッカル・ド・スワソンでした。今年もよろしく。